でどうする？こなたのやつ遅いわね。また遅刻か？そうかな。あいつ私たちより先に来るってことないわよね。たくもう映画始まるっつーの。うわぁ、いつの間に。それないと分かんなかったわ。とりあえず時間ないから入るわよ。ああそうだ、私と鏡たち姉妹ってことにしといて。あ、なんでよ。いやその方が違和感なく子供料金で入れるし。このガキ、普段身長とか気にしてるくせにこういうのはきっちり利用するのな。そう、怖かったね。だけにもう可愛いんだから。ちょっとお腹空いたね。そうだね、司もあれだけ叫べば空いたでしょう。何食べる？じゃあケーキバイキングは？いいわね。バイキング、それは女の欲望万が一。ケーキもドリンクもすごい種類ね。本当だ。一通り食べきれるかしらね。かがみんなら楽勝。当店1時間の時間制になっております。お飲み物はあちらのドリンクコーナーに、ケーキはあちらのショーケースにございますので、ご自由にお取りください。はい。レイ、それから非常識な食べ残しをされますと、その分は別途お支払いいただくことになっておりますので、あらかじめ申し上げておきます。それではごゆっくりどうぞ。非常識な食べ残しって？たくさん取って食べない人がいるんでしょ。ほら行くわよ。そんなに取ってあんた食べきれるの？鏡だって。ケーキだったらこれぐらい普通でしょ。全然平気よ。いただきます。あれもこれも。さすがに苦しいね。一皿目の勢いで取りすぎたわね。胸乗りたいよ。でも食べ残しは別料金取られちゃうよ。それはまずい。苦しい。ダメだ。もうすぐ時間だ。おっと鏡、みかん食いに走った。だってもったいないでしょ。闇雲に水を飲むとかえって食べられなくなるわよ。ここはもう勢いで押し込めるだけ押し込んで、最後の最後に水で流し込むのよ。あんたも感心してないで少しは食べなさいよ。もう入んないよ。プリンとかババロアならいけるって。ほら、鏡が食べればいいじゃん。私だってもうギリギリよ。もうリタイアだってば。プリンなら流し込めるって。ほら早く。気が晴れない。これじゃ気が晴れないよ。